はようございます、梶恵子です。今午前5時半ちょっと前ですけども、今朝ですね、思ったのは小道徳ということを、それは温泉のね、経営者が温泉の入れ替えを年に2回しか、大浴場のですね温泉入れ替えをしないっていうニュースを見て驚いたんですけども、実は、友達の、ご招待でちょっと温泉に行ってまして、帰ったばかりなんですけども、その商人というのはそのお客様のことを第一に考えてね、いろいろサービスどうしたらいいかっていう、どうしたら喜んでもらえるかとか、いろいろそういうことを考えると思うんですね、サービス業特に。温泉場とか、そこはなんか、日帰り温泉っていうことではなくて、まあ、温泉ホテルのようなとこじゃないかと思うんですけども、その、入れ替えをしなかったとか、それからまあ消毒用の、まあそういうですね、薬とかも、入れてなかったみたいなんですけども、まあ、入れるのが、薬を入れるのがいいかどうかちょっとわかりませんけども、まあ、公衆衛生上良くないと思うんですね。よほどは源泉で、まあ、かけ流していますけども、もうじゃあじゃあですね、水流しっぱなしになってて、新しいお湯がどんどん出てくるようなね、そういう、ところだと、まあ、特にですね、消毒液のようなの、あんまり入ってない方が、入る方としては気持ちいいかなと思うんですけども、まあ、特にね、日帰り温泉っていうのはね、やっぱりもう、それこそ最大、まあ、一般的に誰でも入れるわけですよね。そしてどんな入り方しなさいっていうことでもないので、まあ、かけ湯っていうのはあるけども、人によって入り方いろいろで、そういう人たちがいっぱい入ってくるっていう、まあ、日帰り温泉なんかはですね、本当そういう、衛生上の問題っていうのは、あるんだろうと思うんですね。そして、それを、安全に、お客さんが入れるのは、それはね、やっぱりね、そこの経営者の、経営者っていうよりもね、普通、まあ、法人ですから、まあ、決まりがあって、ルールに従ってあると思うんですけども、その保健所のね、検査っていうのはあると思うんですね。で、まあ、何ヶ月に1回かあるのか、1ヶ月に1回あるのか、その検査がどうなっていたのかっていうのは、まだ情報っていうのは、詳しく見てないのでわからないんですけど、まずですね、その検査を行って、まあ、何十年もそういうようなことで温泉を、まあ、皆さんに入ってもらってたということで、どういう感覚なのかなっていうのと、もう一つはもうちょっとその客観的なね、ルールっていうものに従ってするんじゃないかと思うんですけどね、そこのところが不思議で、どういう抜け穴があったのか、その保健所の検査とかですね、そういうことの、まあ私もね、以前温泉マンションにちょっと行ったことがあって、そこね、まあ1週間に1回だったか、お湯はね、しょっちゅう入れ替えてたんですね。1週間じゃなかったと思うんですけども、流しっぱなしなんですけども、全体の掃除っていうのは、全体の掃除、毎日やってましたね、管理員さんが。そしてね、検査表が貼ってあって、マンションですけども、温泉マンションですけども、検査表があってね、ちゃんとチェックしてたと思うんです。その検査を、管理員がしてたのか、まあ、毎回そんなにね、毎日とか1週間に1回とか、保健所は来ないので、保健所はまあ1ヶ月に1回ぐらい来てたのか、その間、管理員が毎日やってたっていうことだと思うんですけどもね、そういうことあると思う。で、温泉、日本の温泉ってすごく、まあ、温泉好きですので、まあ、海外のお客様もいらっしゃると思うんですけども、そういう管理体制っていうのは、こんなずさんなのかと思って、まあ、一つの例がね、全体の信用に関わるという、不審になると思うんですよ。私も温泉が大好きで、まあ月に1回ぐらいはいつも以前、温泉旅行というか、養蜂というほどでもないんですけども、まあ、
温泉ばかりよく行ってたんですけども、まあ、田舎のね田舎暮らしするようになって温泉がある近くすぐそばにあるし日帰り温泉もあるし、まあ、温泉ついてるねマンションとか分譲地なんかも温泉付きっていうのがあるので、そしてそういう田舎暮らしするようになったら、まあ、田舎暮らし、まあ行ったり来たりですけどね都会と田舎地方と。それでもそうなってねあんまり旅行っていうのはしなくなったんですけども、まあ、近場でねここ2、3日前には温泉場行ったんですけども、やっぱりねその検査をちゃんとするというルールを例えばねやってると思うんですけども、まあ、よく商店会とかありますよね、そういうような会で温泉、まあ、温泉郷何々温泉郷っていうのがあると思うんですけど、そこの組合でみんなでそういう安心お客さんが安心できる安全をちゃんと、信用をしてもらえるようなね体制をして、そしてそれを公表するというホームページやなんか、それからまあパンフレットのポスターのようなものでね何回検査してますとかっていうので、その今回その検査してなかったのか、なんかまあ1年に2回しか入れ替えてなかったっていう、そのまあ、その温泉がですねその組合とか商店街に入ってたのかどうか分かりませんけども、そういうような全体で、やらないと、その1軒だけでね、うちは高校一緒特にやってますって言ってもね、その1軒だけでまあお客さん集めるっていうのは難しいんで、全体的な町のイメージっていうのがあるのでね、例えば伊香保なら伊香保温泉の全体の温泉郷ということで、北海道なら北海道ってありますよね。で、私はまあ最近熱海行ったんですけども、まあ、熱海が今すごくお客さんがいっぱい来てですね、賑わってて、まあこれ何年前かからですけど、一時はまあ非常に閑散として落ちぶれた街だったのに吹き返したって、やっぱり街全体が、元気にならないと、その一軒の、お店もですね、土産物屋もカフェもレストランもそして温泉も立ち行かなくなるわけですよね。繁盛しようと思ったら一軒だけではできないので、その全体で商店会なら商店会、温泉郷なら温泉郷でお客さんに信用してもらえて、そして、楽しんでもらえるような町づくりですよね。そして一軒一軒のカフェならカフェ、コーヒー屋さんのコーヒー屋さん、レストラン、ラーメン屋さんとかっていう飲食店も、全部ね、全体としての、町全体としての、信用っていうのと、楽しめるっていうようなものと、一体化してですね、町が賑わがないとお客さんは来ないと私は思うんですね。だから、今の、まあ、温泉の一軒だけのね温泉が、それともう他全体ね、日本もねもう全体こんなんじゃないかっていうような、まあ、どっか、全部でなくてもそういう温泉がね多いんじゃないかってお客さん思ったりする。それで日帰り温泉なんかももうねちょっと心配になって行かなくなる。そうするとお客さん全体が減るから、温泉のお客さんが減ったら売り上げが落ちる。そしてお店、他のお店も連動して落ちるというふうになって沈んでいくということになると思うんですね。そしてこれをもっと大きく考えると、日本全体で一軒がそういうようなことがあると、やっぱりもうちょっとその全体的に日本全体の信用を上げていくっていう取り組みもね必要で、やっぱり一軒だけがね悪いから他は全部いいとは全員が思う。なんとなくやっぱり温泉っていうものに対する信用感っていうのが落ちると思うね、信頼感っていうのはね。だからやっぱりそれは日本全体で一軒のことに済まさないで考えていかないといけないと思いますね。そして温泉だけじゃなくてね、これは例えば衛生面で、まあ、最近は回転寿司のありました回転寿司問題がありましたけども、他の衛生面とかね、例えば O157 とか出たりすると食中毒なんか出ると、まあ、こんなんじゃないかとかね、みんなそこに不信感持つので、でも食べに行くやめようとかね、そういう心理作用ってあると思うんですよ。それから
スーパーなんかでよくお惣菜なんかも出してますけども、まあ、コロナになってね、パックとかのむき出しだったお惣菜盛り上げてたね、お惣菜なんか、それからあの、まあ大皿盛りとかね、そういうようなのでも何かこう落とされたりすると、まあ以前から私も何かサリン事件みたいになって、こう毒のようなものをね巻かれたりしたら危ないなと思って、あのこうむき出しになってるお惣菜っていうのはあんまり買わなかったんですけども、陳列ケースの中に入ってるものとかね、やっぱり何かあの日本はあの安全な国なもんで、全体的にやっぱりあの、そういう面はですね、お客さんを信用してなんかやあの商売してるっていうようなあのところがあるんですね。だから、まあ陳列してて万引きがあったりもするんですけども、そこはあの信頼関係というのは、お客さんはそういう悪いことはしないと。で、悪いことでもですね、まあ万引きもいけないですけど、万引きとかよりも、まあ何かちょっと毒になるようなものをね、スプレーであのなんか吐いたのようなものを食べ物に撒いたとかいう話もありますけども、信頼関係を壊すようなことっていうのは本当にあの、一人のそういうあの本当にあの悪質なですね、その犯罪によってもうどんどんその町、そして全体の日本全体っていうことに迷惑がかかって、そしてまああの温泉なんかでもね、そのなんとか菌っていうのはレジオネラ菌なんていうのはね、あの、死亡する場合もあるらしいんですね。だからそういう被害を受けるっていうこともあるわけで、そうすると殺人になったりするわけですね。犯罪っていうのは非常に小さいようなあの犯罪でもあの、どういうねあの、事故になるかもしれないっていう、事件になるかもしれないっていうこともあるので、ね、やっぱり日本全体の信用っていうのを高めるためにですね、特にまあ法人化してる法人ですね、経営者とかそういうところの経営者はですね、まあ個人営業のような小さいあの温泉宿もあるかと思うんですけども、そこはね、ただ経営のことだけじゃなくて、経営に成り立たなければね、まああの料金高くするとかなんか考えてね、まあ信用あるような経営っていうのをまず小道徳っていうのをまずね、お客さんの信頼っていうことが、安全だから信頼っていうことですよね。安全を考えるっていうことをね、そういうことができない人は、法人になったり経営者になっちゃいけないと思うんですね。今、まあ経営先日ですね、これはちょっと経営的な問題になるんですけども、求人のことで、あのアベプラという番組で、求人を20代の若い女性は、取りませんって、求人しても、ですね、妊娠しない女性たちを取ってる会社の経営者の方が、アベプラという番組に出てね、それ批判されたりしてましたけども、経営者としては何か妊娠出産で、小さい会社でね、10人以下のようなところでは、まあそういう経営者もね、あの一人休むっていうことは、長期に休むっていうことはなかなか難しいんじゃないかなと思って、あのまあ理解はするんですけども、まあ20代は取りません。そうするとまあね、40代50代時には60代70代っていう人たちは、若い子を若い取るような会社しかないと思ってたら、あ、そういうところもあるのかって安心したっていう人もいると思うんです、シニアの女性たちは。何でも若い子ばっかり取ってるのかなと思ったら、若い子は取りませんと言って、まああの結婚妊娠出産で取りませんって言うんで、そしたらですね、それは経営できないから取らないんだって言ったら、そのまああのひろゆきさんが、そういう会社はですね、もう閉めて辞めてしまったらいいっていうようなことを、経営できないようなそんなあの会社はね、潰れた方がいいんだみたいなことを言ってましたけど、まあ、それも一理あると思うんですね。まあ、小さいお店でね、1人2人でやってるとこ1人アルバイトして、そして給料も上げて、給料もまともな給料も出せないような社会福祉、まあ、福利厚生もできないような会社はね、そんなに大変なんだったらね、経営するね、資格がないっていうふうに私も思いますね。
何でもかんでも、まあ、あの創業すればいいっていうことではないので、まあ、ベンチャーがいいとはそういう意味ではいいとは思いませんので、安くねこき使わなきゃいけないような経営者は経営しない方がいいかなと私も思いますけども、まあそういうわけで経営者になるっていうのはそういう責任、社会的責任があるわけで、どんな職業でもです、どんな商売でもですね、経営者になるということはお客さんに対するだけではなくて国民全体の信頼に関わるので、まあ考えていただきたいなと思います。温泉好きで温泉から帰ったばかりなので、温泉のそのお湯を入れ替えないというニュースにですねびっくりして、今日はその経営者の小道徳ということについてちょっと朝早くお話しました。ありがとうございました。チャンネル登録ありがとうございます。